はい、どうも、バージョンとかのまなひとはでーす。こんばんは。こんばんはじゃないけど。ね、じゃあね、今日はね、また、ゴースト・オブ・ツシマの続きやっていきます。前回、続ける。前回、とりあえず、なんか、漁師さんも助けようとしたけど、助けられんくて、じゃあ、ちょっと、他の、ね、人に助けをこうぜってなって、とりあえず、弟さんと、なんか、吉田さん？あ、石川さん。石川さんのね、ちょっと尋ねようってことになったので、とりあえず石川さんの方に行こうかなって思ってます。で、レッツゴーって感じで。綺麗だね、これ。まあ、私のパソコンだとね、エンコードの段階でこの綺麗さは失われるんだけど。これ、馬ってさ、川渡れる？泳げ、泳げ。あ、行きたくない。行きたくないですか？あ、ごめんなさい。馬って泳げんの？ 泳げないのか、やっぱり。馬ってあれなんですよね。足骨折したらもうダメみたいなとこありますよね。いや、人間、骨が折れても生きてる人間強いな。てか、なんか前から思ってるんだけどさ、なんかめっちゃ青い蝶々いるんだけど、これって日本にいるの？ こんな綺麗なやつ日本にいるの？やばいな。なんか、南米とかにいそうな蝶が飛んでるけど。あー、綺麗。イチョウの葉ですね。何？ 小川道場の敵を一掃しろ。あ、本当だ。道場が占領されてる。あ、もう全然話の本筋に全く関係ないとこから始まっちゃった。どうしよっかな。いや、これは一旦スルーしよう。とりあえず、よし。先にね、そのアビリティとかを解放していった方が、ああいうところとかやるのがやりやすくなるはずなので、とりあえず今はね、ちょっとごめんなさいということで、もう少し耐えてくれ。私が石川先生のところに行って、なんか弓矢使えるようになったら助けるよ。 こっちか。 右下なんか出てたよ。余市？わあ、またここにもなんか、蒙古斑。蒙古斑。なんかこれ使ってね。かっけ。ええー。そういうのもあるの？ ってこと？ 何？クラフトするの？余市の四つ辻。どこもかしくも蒙古じゃん。蒙古タンメンじゃん。やば。ちょっと待って。集めた道具や素材は収集品メニューで確認できる。本当だ。素材袋。集めた素材は袋の中に保管される。たっけ。そのうちなんか作れるってことなんだ。あ、なんかある。兵具ってあれ？兵具？防具？ 。そう、これなんかあれ、海外だとさ、この ジンにさ、どんなファッションさせるかみたいな、そういうコミュニティができちゃってるんですよね。あ、しかもこれ、あ、すごい。体力値が大きく増加する。敵に油洗え、おー、すごい。ちゃんと効果があるんだ。あ、マジで。やばい。シミ悪。シミ悪いけどつけよれだね、本当になんか、ブレスオブザワイルドのなんかね、豪華版というか、海外版みたいな。まあ、日本ですけど。陽光のぬくもり、天気を変える力を持つ調べ。やば、化け物かよ。 なんかあれだな、風のタクトみたい。 とりあえずここも、とりあえずスルーしよう。 うるさいうるさいうるさい、もう子供。お前らに関係ないんだ、私は知らない。どこどこどこ？風がさ、一直線に吹くから、ちょっと、私のあの悪い癖で、こういう、なんかオープンワールドだとさ、一直線に進んじゃってさ、かけろ、なんか、お前の名前インデックスだろうが。こうなんかさ、一直線に進んじゃってさ、こういう崖とかで落ちて死ぬんですよね。危なかった、やっぱり。こっちの道行って正解じゃん。崖じゃん、ここ。危な。上。日吉の竹林。わからん。
この時代、なんかあれなんですよね。なんか読み方が若干違うんですよね、現代と。金田城も金田の木って言います、金田の木って言いますからね。あれ、現代でも言うのかな。 こういうところで、そういう低能を晒していくのやめよう。日吉の湯だ。あ、温泉温泉。宿の者なら先生の所在を知っているはず。ああ、なるほどね。うわ、趣味ある。趣味あるよ、やっぱ。やっぱちょっと仮面外そうかな。趣味あるよ。ちょっとそれは前衛的すぎるわ。ねえ、これ、やっぱやめよう。やっぱジンは素顔の方が可愛いよ。可愛くねえけど。あ、温泉じゃない、これ。温泉じゃない。え、温泉だろ、これ。あ、ち、あ、脱げと。脱げと、そういうことね。脱衣所から入れと。あ、脱衣所じゃない。あ、脱衣所がないぞ、ここ。え、ただの池？池なの、あれ。子供に食べさせるものは残ってる？米が少しだけある。お。私が我慢すれば一日一食はあげられるよ。ね、米。私たちまだたくさん残してるの。うん、ありがとう、ねね。でも心配しないで。これ取れるの？取っちゃダメなんじゃないの？子供は、が もらえるんだ。そこうんでな、しょ。みんなが大物丈夫資だがなかって困ってるというのら。気にならに。ないで。お願いだからお米を受け取ってよ。お前なんか挙動がすごい怪しいけだど。が、切り捨てか？お切り捨てす侍？るか？まさか。なんじゃい。お侍じゃあらんかんのか、シャー。うおぉ！変態じゃん。え、これが温泉？しょぼくない？なんかあるけど。なんかある。え？下駄？なんか浮いてる。やば、怖。なんか体から何か出してるよ、この人。はい。旅館の。石川先生を探しておる。浜で討ち死にされたのでは。生きておる。道場はどこだ。森の先です。ご案内いたしましょう。結局、道場に案内されるなら、もう直接道場行けばよかったんじゃない？あ、てか、道場知らないのか。ご出陣なさらなかったので？そうみたいだ。ですよ。うん。戦の前日に村にいらっしゃったんですが、あ、そうなんで寡すか？黙なご様子で、まあ、いつものことですけどね。ていうか、ジンさん、当たり判定なんかおかしくない？ なんか頭の上からなんか、跳ね返ってるけど、当たり判定やば。オーラが、侍オーラですね、やっぱり。先生の伝説は誠ですかね。え、伝伝説だ説？と。たった伝一説っ本のて？矢で海賊の船を沈めたとか。誠だ。もっとも射抜いたのは船ではない。海賊の頭だ。え、す怒らせご。ないように気をつけにゃ。後ろめたいことでも。めっそうあ、もございません。でこいはつちょろま心配かにしてはる。及ばん。ちょろまかしてる、絶対。旅館の、何？おかみさんとかちょろまかしてる。え？ なんかすごい最低なこと言った気もする。まあ気のせい気のせい。お花さん。ああ、花が砕け散っていく。なんで砕け散るんですかね。日本のお花って砕け散るんですかね。私、日本人じゃないですけど。適当なことやっとこう。早い早い、走れ走れ走れ。どこ？竹だ。道場はあの山の上にあります。え、どこ？ええー、すげえとこ立ってんな。やば。あ、ちょっと待って。動けん、動けん、動けん。当時を探せ。見えるだろ。助かった。ちこゃんこまでと、でよあい。れか、真ん中で捉えないと、あとしんく一つん、お尋ね見してつけらも。れない。何？先生はなぜ長尾家の指南役を退かれたんです？さあ、わからんな。いやはや。道場のために誇りある職を捨てちまうなんて。切り捨てか？切り捨てしようか、もし。これ切れるのかな？おお、危な！怖っ！こいつ思いっきり仕切りにかかったんやけど。ちょ、いや、本当に切りにかかろうとは思ってないんです。ごめんなさい。ジンくんやばいですね。あ、蜂。あ、これはあれか。弓矢が手に入らないと落とせないタイプかな？あれ落としてさ、なんかさ、おばさん家にさ、デズルーがしたいな。
夏休みはやっぱり短い。なりたいものが、あ、なりたいもの？やりたいことが目の前にありすぎて横転してるじゃん。あ、これあれかな。うわ、これ獣フレンズ2で見たわ。これキルルが連行されてる檻じゃん。うわ、嫌な思い出出しちゃったな。やめとこう。また死にたくなっちゃう。あれかな、やっぱりモモルのさ、なんかあの奴隷をなんか集めてる的な言ってたんで、それ用の革なのかな。いや、やっぱモコタンメン最低だな。道場さんこっちですかね。いや逆に今疲れてるけど、そんなカッチリ来てよくそんな走れるな、怖いわ。石川先生の道場。お、すごい。あー、これ弓道部で見た。こういうのあるんですよね。いや、見てないわ。これよく見たら全然違うわ。なんだこの、なんだこの、なんだ。適当な的。もっとなんかさ、結構綺麗な的じゃないんですね、この次第。荒らされてる。戦いがあったか、調べてみよう。これは血の跡、新しくはない。デトロイトかまた始まったんだけど。デトロイトビカムヒューマンじゃん。射抜かれた後に矢を抜いておる。矢を抜いて、え、石川先生が撃たれたのか、もしくはモンゴル人が撃たれたのか。登れる？あ、登れた。え、なんか嫌な音した。え、何今の音。風の音。特に何もないかな。開けよう。うわ、高っ。怖っ。高い。私高いとこダメなんですよね。あ、なんか刺さってるよ。弓矢が刺さってるよ。よいしょ。え、なんかある。え、何このマークは。おお、ちょっと待って待って。怖いなお前。まあ、しかも今埋まったぞお前。怖っ。え、青空の鉢巻き。こんなお前にして笑みを浮かべられるものは武士と言えね。逆転裁判じゃん。ピンチの時ほどね、不敵に笑うもんだ。逆転裁判だっけ。これはあれか、別の道か。え、これの下になんかあんのかな。いや、その前にもうちょっと道場調べよ。お辞儀しちゃった。ごめんなさい。違うんです。他になんか調べられる？なんか他調べられるか、これ。開ける？出ちゃダメだよね。出ちゃダメだよね。なんかある？おー、壊しちゃった。ごめんなさい、石川先生。あ、ある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 。足跡だ。いたものかいられたものか、住居へ逃れられたのやも。ねえ、ポッタポッタしてる。ああ、結構がっつりよい。がっつり血だらけだけど、血がこういう時翔太郎とかだと、なんかあの血の水なんかさ、落ちた向きからこれはどたらこうたらみたいなことを観察するんでしょうけど、武士にしては質素な庵。より、あ、なんかある。あ、枯山水。なんか枯山水の上になんかあるんだけど、何やね、才の変わらぬあれ。私が鬼となってあれを崩しかしないね。じゃあめっちゃマジでめっちゃなんかめっちゃね綺麗なんですよ。やばいな、世界ってこんな綺麗だったんだ。え、石川先生生きてますか。なんか死んでそう。あ、全然元気。動くな、石川先生。酒井の跡取りか。それ、あ、この人漱石に来たしてた。生きておったとは。あの人か。駒田で待っておりました。向かう途中で賊に襲われてな。その賊を待ち構えていたと。備えあれば憂いなしと言うだろう。
志村殿も討ち死にか。良き男だったが。無事です。しかし囚われの身に。そう、生きてますよ。望みはあるな。実はその件でお力添えを頼みます。できぬ。なめ。不肖の弟子に出奔されての。関係なくない。手を貸しましょう。しかるのち何卒ご助力を。そう、遅れを取るなよ。え、全然陣の道石川の端全然読めないかと思ったけど普通に読める感じだった。お、先生先生。他に生き延びた者はおるか。おりませぬ。では猛虎に手向かう者は。残念ながら他にはござらぬ。なら探さねばな。二人では救出などおぼつかぬ。うん。お、意外となんか先生意外としっかりした人なんですね。そっか。若干なんか来ないからなんかもういやもう怖い行きたくないみたいな人だと思ったけど、割とちゃんとした人。わからん。お弟子殿の居場所は。巴の行く先など知れておる。巴。巴。おなごか。生まれは。生まれは百姓。だが弓は並ぶものなどおらぬ。へえ。お主でさえな。なんか巴の雷みたいな。最後にお会いしたのは確か10年前弟子志願だったな。ご記憶とは。門前払いしたやつは忘れぬ。なぜ私ではなく巴を弟子になさった、うん、お主は有望。巴は神道よ。あー、才能の違い。こいつ切り捨てする。切り捨てするでも巴ってことはモチーフなのかな。あれなのかな。巴御前。巴御前だっけ。なんかいましたよね他にも。なんかまあ戦国時代にいっぱいいるからな。え、先生撃ってください。先生おっしゃーい。おっしゃーい。あ、いけ。あ、そうそう、これカードできないんですよ、弓矢。できるしかない。おいしょーい。おいしょーい。ふん、ザコめ。てか今なんか死体からさ、武器が手に入ったんですよね。そういうこともできるのか。石川と話せ。あ、ごめんなさい。先生先生、お話ししましょう。あ、挨拶する。挨拶しよう。あ、抜刀しちゃった。お前の足跡だ。来い。あ、お辞儀、お辞儀。あ、お辞儀。ガン無視されてる。悲しい。私泣いちゃう。